北九州市で行われている小学生の卓球日本代表選考会。12月の国際大会へ出場権10枠をかけて、全国各地から未来のスター候補81名が集まりました。注目は栃木県出身の11歳、香取由美子。憧れの選手は石川佳純というだけあって、得意のサーブとバックハンドで相手を崩し、強烈なフォアハンドで決めます。7試合中5勝を挙げ、12歳以下の日本代表権を獲得した香取。夢はもちろんオリンピック、世界選手権で金メダル取ることです。